こんにちは、アミと申します。地中海に浮かぶクレタ島、紀元前3000年期にはヨーロッパ最初の文明の一つ、古代ミノア文明が栄えた場所でもあるこの島で、不思議な粘土板が見つかりました。ファイストスの円盤と呼ばれるこの粘土板に秘められた謎、今回はそんなミステリーをご紹介します。動画の後半ではファイストスの円盤に隠された恐ろしい真実も紹介。今回もぜひ最後までお付き合いください。未だ解明されていないファイストスの円盤の謎。地中海で5番目に大きく、ギリシア共和国最大の島、それがクレタ島。紀元前3000年期にはヨーロッパ最初の文明の一つ、古代ミノア文明が栄えました。古代ミノア文明といってもあまり馴染みがないかもしれません。むしろギリシア神話で語られるクレタ宮殿の迷宮に潜む牛の頭に人間の体を持った怪物ミノタウロスの伝説の方がイメージしやすいかもしれません。そんな神話に彩られたクレタ島で、不思議な粘土板が今から110年以上前の1908年に見つかりました。直径16センチ、厚さ2センチの粘土板で、粘土の紐を渦巻き状に巻いて作った遺物です。クレタ島南岸にあるファイストス宮殿で発見されたので、ファイストスの円盤と名付けられました。その表面と裏面には合わせて241個の絵文字が書かれています。45種類の絵文字が存在し、それらを螺旋形に記し、各文字を組み合わせていることから文章であることは確かです。しかし文章の内容は今もって不明。なぜなら同じ文字が記された粘土板が他に見つかっておらず、しかも定型文ではなく、絵文字の数がギリシア語の音節と合わないことから、解読が非常に困難だからです。またファイストスの円盤は世界最古の印刷物とも呼ばれています。というのも、他から見つかった粘土板は古代人が木の枝で線形の文字を記したのに、ファイストスの円盤に限っては何らかの印象のようなものを粘土板に押し当てて文字を記しており、高台の印刷に近い作業で作られたからです。何から何まで不思議なファイストスの円盤、特にそこに記された絵文字の内容はとても気になります。次に紹介するのはファイストスの円盤の絵文字の内容についてです。ファイストスの円盤の文字は日本の神代文字化。ファイストスの円盤には何が書かれているのか、これまで何人もの研究者たちが挑戦してきましたが、すべて徒労に終わっています。そんな中、日本人作家の高橋義典氏が1987年にファイストスの円盤の文字は日本語で解読できると発表。彼によれば、円盤の表面、通称 A 面と呼ばれる箇所にはこう書かれているそうです。主、牛伯、エホバの民。主、ヨセフ、牛伯、民。立つは、神をかしこむ父の民。ツハ民、牛ハウ、ケフチフの、水ハ民、船。エホバの民、ツハ民。牛ハウ、ケフチフの、水氏、アジア民。イオニア、牛伯、ヨセフ民。難解な文章ですが、要約すれば、主が治めるエホバの民、その中にヨセフ率いるグループがアジア方面へ旅立った、そんな解釈ができそうです。そして、高橋氏の解釈をもとに、円盤の中に、ヒコホホデミの御事という神名が記されており、天孫降臨で活躍したニニギの御事の子であるこの神とヨセフは同一人物だったことを示している。と唱える人もいます。このヒコホホデミの御事は、山彦海彦神話で有名な山幸彦のことで、日本人は失われたユダヤ実子族の末裔だったと結論付けています。また別の解読に成功したという人は、粘土板には戦いを煽る闇の人々の行状が事細かに記されており、それだけではなく、邪馬台国は実は古代エジプトのことだったことも明かされていると述べています。このことから、ファイストスの円盤には神代文字が書かれていた、そのように考えることもできます。ですが、ここからさらに深掘りしていきましょう。神代文字説のように様々な解読成功例が発表されているのですが、どうやって絵文字を解読したのかというと、どうも根拠があやふやなようです。そもそも、ファイストスの円盤は両面に謎の文字がびっしり書かれており、円盤のあったファイストス宮殿の石室の中で水平に置かれた状態で見つかりました。
そこで水平に置かれた上面を A 面、反対側を B 面と呼んで区別しています。これは後ほど紹介しますが、裏側の B 面に書かれた文字は、古代ギリシャ語よりもさらに古い原初のギリシャ語で解読できたそうです。他方、A 面に関しては解読がされておらず、A 面と B 面とで書かれた文字の言語が異なるのではないかとも言われています。この奇妙な事実は一体何を示しているのでしょうか。その謎を考察するため、いくつかの仮説を考えてみたいと思います。クレタ聖国文字のルーツの考察。ファイストスの円盤に書かれた謎の文字のことをクレタ聖国文字と呼んでいます。この文字は青銅器時代、クレタ島の遺物から発見された文字で、紀元前2000年期の半ば頃に使われていた、そのように考えられています。紀元前2000年期といえば、古代エジプト王国が栄え、メソポタミア文明もこの頃に最盛期を迎え、目には目を、歯には歯をで有名なハンムラビ法典もこの時代に作られたとされます。そして、クレタ文字が使われたミノア文明も、おそらくは他の文明社会の影響を受けながら発展していったのでしょう。そして、ミノア文明が最も影響を受けたと考えられるのは、地理的に見て古代エジプト文明ではないか。だとすれば、クレタ文字の原型はヒエログリフではないのか。これを第一の仮説として考えてみます。確かにファイストスの円盤に書かれた文字を解読したという日本人研究者の中には、ヒエログリフなどからクレタ文字を解読したといい、ファイストスの円盤には当時、エジプト王国に囚われていたユダヤ人たちが東へ旅立ったことが記されていると解釈しています。この説は、B 面に書かれた文字は確かにヒエログリフとよく似ているので、我が国における漢字とカタカナの関係によく似ていると言えそうです。つまり、漢字を簡略化したカタカナとヒエログリフを簡略化した B 面の文字、そのような類似性が見られそうです。しかし、A 面に書かれた文字とヒエログリフには類似性が見られない。そう指摘されており、クレタ聖国文字をヒエログリフの簡略化と見る仮説は成り立たないようです。また、欧米文化の源流とされるギリシア文化、それを引き継いだローマ帝国に代表されるギリシア・ローマ文化ですが、古代エジプト文化を取り込んだ形跡はあるものの、クレタ島のミノア文明は原初のギリシア文化に近く、クレタ聖国文字がヒエログリフから作られたというのは時代的にも無理があります。この点、日本とギリシアの古代の文化状況は似ているような気がします。古代日本においても原初の日本文化といえるのは縄文文化であり、それが後からやってきた弥生人などの渡来系の人々のもたらした海外の文化が混合して出来上がったのが日本文化。古代ギリシアも原初のミノア文明に加え、古代エジプト文明などが混じり合って欧米文化の源流たるギリシア文化が出来上がったと言えるからです。だとすれば、クレタ聖国文字は我が国の古史古典で語られる神代文字、すなわちカタカムナ文字や豊国文字などと同じくギリシアの神代文字とでも言うのでしょうか。もう一つ考えられる仮説は、シュメールで用いられた文字を元にして作ったのがクレタ聖国文字であるという仮説。これを第二の仮説とします。そもそも欧米諸国語で用いられるアルファベットという文字は、フェニキアで用いられたフェニキア文字から作られたと言われます。ヨーロッパにおいて文字文化というものが東方経由から伝えられたとするならば、ミノア文明もそれ以前に栄えたシュメール文化から多大な影響を受けた。そのように考えることもできます。この仮説の裏付けとなるのが、ミノア文明とシュメール文明で共通する聖牛信仰。次に、聖牛信仰について紹介します。クレタ島のミノタウロス神話とシュメール神話で崇められた聖牛信仰の関係。古代の人々が最初に神と崇めたのは蛇でした。脱皮を繰り返す蛇は永遠の生命のシンボルであり、農耕に欠かせない大河をシンボライズした存在であり、ひいては生命の象徴として男性器の比喩としても用いられました。古代人の蛇神信仰は農耕文化の始まりとともに作られた原始信仰だったのです。しかし時代が変わり、牧畜が始まると代わって神として崇められたのが牛。牛は牧畜の象徴であり、農作業にも用いられたことから、人間に恵みをもたらす聖なる動物とみなされたのです。その最初がシュメール文明。
シュメール人がどこから来たかは不明ですが、彼らが土を耕すため最初に牛を用いたのは事実。またシュメール神話では王を天から下ったお牛に例えています。日本でも牛を祀った神社は存在し、シュメール文化を古代日本人が取り入れた証拠ではないか。日本人の源流はシュメール人だったと考える人はそう考えます。しかし、その後に世界を席巻したアブラハムの宗教、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教においては、蛇も王子も敵視しています。これはおそらく古代人の信仰を駆逐してメジャーになったのがアブラハムの宗教だったからではないかと推測できます。そして、ミノア文明が栄えたクレタ島には、ミノタウロスという頭は牛で、体は人間という異形のものの神話が語り継がれており、これは暗に、シュメール文化を源流に原初のミノア文明が作られ、ミノア文明の発展とともにシュメール文化の影響を封印するという意味が込められているのではないでしょうか。ミノア文明の源流であるシュメール文化を隠す暗喩、それが迷宮に閉じ込められたミノタウロスのストーリーなのかもしれません。もしこれが正しいなら、クレタ聖国文字はシュメールの文字が原型だと言えそうですが、まだ奇妙な点があります。それは A 面と B 面とで記された言語が異なる可能性。乱暴な例えですが、我が国の古事記や日本書紀が日本語と中国語で書かれていたとしたらどう思われますか？奇妙というほかありません。解読されていない A 面に記された言語は古代ギリシア語ではないのか。最後に、ファイストスの円盤の A 面に書かれた文字と日本語の意外な関係について紹介します。ファイストスの円盤に書かれた文字と日本語の意外な関係。ファイストスの円盤に書かれた文字の解読には誰も成功していない。先ほどそのように紹介しましたが、実はあと一歩のところで解読に手が届いた人物がいました。その人物とは、イギリスの建築家だったマイケル・ベントリス。かつてはクレタ島の文明はギリシア文明とは無関係であり、ファイストスの円盤に書かれた文字もギリシア語とは関係がない。そのように考えられていました。しかしマイケルは古いギリシア語と関係があるのではないかと考え、独自に調査。その結果、文字のいくつかが古代ギリシア語に対応し、しかもホメロスの叙事詩よりもさらに古い古代ギリシア語ではないか、そう推測しました。マイケルの考えに賛同したのが、ケンブリッジ大学でギリシア語の研究者だったジョン・チャドウィック。二人の共同研究の結果、1953年になってファイストスの円盤の B 面に書かれているのはギリシア語だったと学会で発表し、大センセーショナルを巻き起こしました。どのように解読したかを聞かれたマイケルはこのように答えました。暗号解読の手法を使って。しかし実際は違うようです。彼らの研究が突然進歩した理由は、それはジョンが日本語に通じており、特にカナ文字の研究者で、これはあくまで推測ですが、ジョンはマイケルに日本語のカタカナに解読のヒントがあるのではないか、そうアドバイスした可能性があります。シュメール文化を現代も受け継ぐのは日本であり、日本語の中にシュメール語を解く手がかりを見つけ、マイケルは B 面の解読に成功したのでしょう。この推測が正しければ、A 面と B 面で書かれている言語が違うわけでなく、同じく古代ギリシア語だったと思います。なぜなら、クレタ聖国文字を用いて古代ギリシア語と別の外国語を刻む必要はないからです。では、A 面はどうして今も解読されないのでしょうか。実は、文字の解読に成功したマイケルは、1956年に謎の交通事故により、34歳の若い生涯を閉じてしまったからです。あまりに若すぎる死で、その事故も深夜車で帰宅中だったマイケルが駐車中のトラックに激突したという謎に包まれたもの。彼は仕事の悩みで自ら命を絶った。そのように言われていますが、本当でしょうか？これはあくまでも夢物語として聞いてもらいたいのですが、欧米文化の源流となったギリシア文化がシュメール文化にあったことを解読し、しかもそれが日本文化とつながりがあることを発見したマイケルは誰かの手で消された。そんな可能性があります。特に A 面にはその事実が古代ギリシア語で書かれており、発表すればシュメール文化を介して日本文化と欧米文化はルーツが同じだったことが公になります。敗戦国である日本とルーツが同じ、おそらく
英米両国にとって知られたくはない真実であり、マイケルは事故死に見せかけて消されたのかもしれません。ファイストスの円盤の A 面が解読されることはこれからもないでしょう。いかがでしたでしょうか。今回はファイストスの円盤とそこに書かれた文字について紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録などをしていただけると幸いです。また見てね。